戦闘量食新潟を食べてみた。今回は自衛隊の戦闘量食新潟の名古屋ポークカレーを食べてみました。こちら、具材としては、えー、豚肉とジャガイモ、玉ねぎ、人参が入っており、このように具だくさんなカレーになっておりまして、辛さは中辛でございますので、まあ、この戦闘量食新潟のおかずとセットで入っている大盛りのパックご飯、まあ、こちら、 300g 以上入っておりますが、このパックご飯も簡単にですね、平らげることができました。まあ、こういったカレー、どうもあの、じゃがいもを入れる派、入れない派で分かれるようなんですけども、皆様は、カレーにじゃがいもは、入れられますでしょうか。まあ、この、こういったものにですね、じゃがいもを入れますと、 まあ煮崩れるのが嫌だということで、じゃがいもを入れない方もいらっしゃる模様です。まあ、こういったカレー、まあ、日本では国民食と呼ばれておりますけれども、自衛隊の非常食である戦闘糧食2型についても、このようなカレーが何種類もですね、用意されております。 皆様、こういった非常食、国内で続発する災害への備えとして、ある程度用意されている方もいらっしゃるんじゃないかと思われますが、今後もですね、さまざまな備蓄が可能な食品については、普段の買い物の中で少しずつお買い求めいただいて、備蓄をしていただき、また野菜類についても、 気持ちがする野菜を少しずつ備蓄をしていただいていつ災害が起こるか分かりませんのでそういった災害への備えになるように、まあ、このような先頭糧食二型も含めて食料などの備蓄を無理のない範囲で買い占めなどを行わずに 進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。